日々今日やばい。ダイナミックに操る膝倉。皆さんこんにちは。エギボーブランドビルダーの青木大輔です。エギボーアンバサダーのあまちゃんです。ということでこの2人でお届けします。今日はナイトイカメタルということでね、はい、今里の海光さんにお邪魔をしております。今ねイカの状況どう思います？なんか聞く限りでは、うん、数は出ないけどサイズがいいのが上がるって聞いてますけど、はい、どうですかね。その通りでございます。イカの状況を見極めながら、いろんな技そしていろんなカラーを駆使してね頑張ってきていきたいと思いますので、はい、それでは頑張るぞいつもの通りいきますか、はい、いきましょう。それでは今日も頑張るぞ。じゃあ私の方はですね、おもり具です。で、その先には赤緑のホワイトボディの、EB です。これを使ってます。で、アマちゃんの方が、はい、イカメタルで、これは今あのエギボーで売ってる仕掛けですね。シングルのゆるじよタイプを使ってます。で、上にこの赤緑のすってと下におもりという仕掛けでやっていきたいと思います。ということでね、2人で重り具がいいのか、それともメタルがいいのか、ちょっとやっていこうかなと思います。はい。じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。今シーズン初めてなんですよ、私。初か。初。初です。イカメタル。緊張。ちょっとね、釣り方を思い出しながら。ね、思い出しながらね、はい。まずはそこまで落とすですよ。まずはそこまでですね、はい。落とさないことには始まらないと。そういうことです。で、重り具はスピニングでやるので、ちょっとちょい投げで。ちょい投げで。広範囲狙っていきます。80メートル水深ありますんでね。この日中のイカっていうのは、基本的にはそこにいます。で、まだポイントについて、船の明かりもついてないので、狙い方としてはもうデイのイカメタルと一緒です。そこにいるイカを狙っていきます。で、そこについたら1回、2回、3回、4回。4回から5回しゃくって当たりを待ちます。で、当たらなければもう1回そこまで落として狙っていきます。で、イカは基本的にこの待っている時にエギを抱きに来ます。なのでこの待つという間が大事になります。しゃくってる時にね乗ってくることはほとんどないので、日が照ってる時はまだもうずっとそこを狙っときゃいいんですね。そうです。ひたすらそこから3メートル以内狙っていきましょう。何秒ぐらい待ったらいいですか？その日にもよるんだけど、はい、まあ例えば5秒とか、うん、そして当たりはどんな、お来たんじゃない？あ、来てるかも。お、え、来てる？あ、来てるかも。来てる。一発目。でもね、多分すごい可愛いサイズやと思う。そこですよ、やっぱそこ。75ぐらい。ドキ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 。あ、ついてる。いっぱいね。久しぶり、会いたかったよ。やっぱり赤緑に食ってきてましたね。やっぱ安定の赤緑。1年ぶりのイカ。会いたかった。よかった、嬉しい。まずは安心の一杯、そして一等賞ゲットしました。おめでとうございます。イエーイ。ちょっとどれ行こうかな。
黒でしょ、黒い子、赤テープの、赤テープの魔王ブラックです。はい、中にテープが貼ってあることによって微妙に反射します、きらめくんですね。これがまあいかにアピールしますから、シルエットがさらに出る。海中でイカたちから見ると結構見えてるんでしょうね。ね、相当黒は発売以来かなり結果を出してるので、うん、お、来た、うい、はい、来たよさあどうかな、イカのサイズはちょっとあんま変わらんかなでも釣れました、うい、おめでとうございます。やったぜ。まあカラーチェンジ大成功ということで、まあブラックにした理由なんですけど、まあ、まあ個人的にブラック大好きっていうのもあるんですけど、アマちゃんが赤緑で釣れました。赤緑っていうのはすごくシルエットが出るんですね。でさらにシルエットを出すために私はブラックを使いました。明かりがつきましたよ明かりがつきました。いよいよイカ釣らないと開幕です。イベント限定カラーのレッドホットチリエビです。ケイムラボディの90スリムの赤緑。まだね、オモリグがいいのかイカメタルがいいのかちょっと決めかねる状況ではね。そうですね、もう一回来い、もう一回来い。おお、ツンって俺も入った気がするな今。おさわりされてます、おさわりされてます。おお、乗ってた。おお、なんか触ったんよ、触って触ってもうそのまま放置してた。乗りましたね。なるほど。そこからね、15ぐらい上げた。15ぐらい、うん、お、ちょっと上がってきましたね。ちょっと上がってきた。じゃん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 、はい、ちっちゃい、釣れました。かわいいかわいい、超かわいい。おめでとうございます。はい、レッドホットチリ釣れたよん続いてのカラーはレッドホットパールホワイト。赤テープの上に白い布がかぶせられてます。なんか絡んでる。はい、来ましたよ。うじょ、なんかね、落ちパクでした。ボトム取ったらねもう乗ってましたカラーチェンジしてすぐ一発目ですからね。お、大成功、大成功。おう、冷たい。多分ちっちゃいな。ほら乗っとった待ってたら乗ってたよ。でこういう時はカラーラインのカラーを覚えておく。これオレンジね。ああ、なるほどですね、うん、なんかあの深さの目安。そう、2色3色変わったね。4色目ということは上 40m でか、ああゲソだけでも相当上まで浮いてます。上から 40m で、スピニングのいいところはこのフォールの速さです。でさっきこのオレンジのとこで釣れたので、オレンジのところで止めずにオレンジからプラス1色、10メートルを深いところから始めてみる。でここから始める。で落ちてすぐはこのフォールがね一番効くんで。当たってるよ、当たったよ。え、強すぎませんか。強すぎません、この限定儀サイズはそうでもないけど、すごい。はい、来ましたよ。シリーズコンプリート。
おいしょ、あめちゃめちゃ当たるわマジですか、全然当たんない、うん、今はね、上から40、上から50ぐらいかな。で、まあ当たり棚が分かったらこのしゃくり回数を少なくしてなるべくねちっこくね狙う。で、まあこれ今おもり具が効いて、わ当たってるよ。へえ。きた。マジか。すごすぎ。限定食すごすぎ。限定食半端ないってやつ。おい。ちょっとサイズはね、ちっちゃいけど、こうやって当たり棚が分かれば再現性が出ますね。さあ来い。当たってるよ。強すぎませんか。もうこれもし当たりが取れてたら、もうこの当たりだけでお酒が飲めるやつですよ。ほいった。マジっすか。すごい。さあよいしょ。ほいよ。同じサイズけどね。まああんまちっちゃいのはね逃がしてあげてもいいと思います。はい。でなるべくこう水面近いところでね叩きつけないように逃がしてあげる、これが大事です。さよならということで次行ってみよう。上から40ですよ。上から40、暑いのは。でもしサイズを取りたかったらボトム。おっしゃ、ちょっといいかも、サイズ。よいしょ、ちょっとサイズアップよ。徐々に大きくなっていきよら。はい。レッドホットシリーズ、釣れます。よいしょ。で、お気づきの方もいると思うんですけど、今ってね、ちょっと私キャストはやめてるんですよ。キャストしてない。下に落としてる。で、船の影のとこを狙ってます。上から4、50、うん、もうラインのマーカー見ながら止めてやってる。よし、来たね、ずっとオレンジやろ。やばかかってる。でこうやってね当たってる時はもうみんなに当たりの棚をね教えてあげた方がいいですね。おー、サイズアップ。はい、もうナイスサイズ。もうレッドホットええって言われそうですね。はい、おっしゃー、すげえ。よいしょー、サイズアップ。はい、来ましたね。いいサイズ。はい、今回ご紹介するのは私が大好きな EB です。こちらイカメタルで使ってもらってもいいし、オモリ具で使ってもらってもいい、そう本当に優れたエギ型のルアーなんですけども、今回ですね新色が出てます。こちらがグローボディ、そしてこちらがケイムラのボディ、それぞれ6色ずつ新色が出ました。普通のドロッパーと比べるとちょっと大きいんですね、はいはい、容量というか、まあ、幅もあって、うん、これがね台形にアピールします。これ重さはやっぱりドロッパーと比べては少し重たい、うん、そうです。エギ型ですので、そのまま放っておくとこうやってフォールしていきます。でもこのフォールに秘密があって、落ちていくものに対してすごくイカって反応するんですよ。なのでこの EB のこのフォール、安定したフォールがでかいイカによく効きます。しかもなんか発色もすごい綺麗で可愛い色してますね、うん、そうなんですよ。特にね私お気に入りなのはこの夜光のピンクですね。このもうローライトでもこの夜光のピンクすごくね発色が良くて、うん、イカにアピールします、うん、であとはやっぱりね
紫ですよね。紫というカラーはもともとイカにすごく強い色であるんですけど、しれっとよく出るこの紫、こちらおすすめです。で、特にデイで使う場合はこっちのケイムラとかね。もちろん夜でもケイムラよく釣れますんで、夜光が当たるのかケイムラが当たるのか、その日のボディカラーを決めて、そこからこのカラーローテーションを決めていって、どのエギで一番反応するのか私はよく見るようにしてます。もちろんこれとドロップは組み合わせて使っても全然あれですね、はい、日本のエダスの仕掛けで上は例えばドロッパー、下は EB、 そういう使い方も OK です。 EB とドロッパーを使い分けてその日によく当たる、パターンというのを見つけていただければと思います。今回私の大好きな EB に限定カラーが出ました。はい、九州営業担当の草野です。今回こちらの新色ですね、実はボディのカラーが赤テープっていうボディを出させてもらってます。まあ、赤テープ一番シルエットが出るって言われているところで、まあ、アピール力がかなり強くなってます。で、布もブラックとこれ白なんですけど、まあ、ちょっとピンクっぽくなってます。でさらに赤赤っていうのでもうアピール力が抜群のカラーばっかりになってます。でこれはもうイベント限定で出させていただいてますので、まあ、お近くの店舗かもしくは、エギボの SNS を見ていただいたら、イベント情報載ってますのでそちらでチェックしてぜひ手に入れてください。イカメタルリーダー欲張りタイプで今度はダブルでやってみたいと思います。下をこの EB 可愛らしいピンク と上はグローの赤黄色でやってみたいと思います。で私は同じく EB のパープルのケムラ。さあこのアマちゃんのピンチをね EB が救ってくれるかどうかですはっきり出ちゃう反応があれが皆さん44お来た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 、ういすげえ。ケイムラでも来ましたね。ケイムラのパープル、これもニューカラーで、大事なのはもう棚です。棚、はい、上から40メートル付近を丹念に狙う。おし、グローの赤当たらんな。当たらんなですかでもね、また釣れない時があるけど、またパタパタパタって釣れる時釣れますもんね。これね、イカの群れが沈んだのかそれとも離れたのか、うんうん、彼らもちょっとお腹いっぱいになってきた、来ましたよ。めっちゃ釣る。70メートル、イカは70にいましたね。40メートルから消えて70、すごい。はい、来ました。これも新色、赤のグローです。次はメタルの方に行ってみたいと思います。十分ね、重り具で結果が出ましたんで、ウェイトはちょっとちっちゃめの 80g で、上のドロッパーを何にしようかな。赤緑やってみましょうか。ホワイトボディのね、赤緑。今日初めてのメタルですよ。狙うのは水面から40m。おい、来た。一回ね、当たってから乗らなかったんですよ。でそのまんまゆっくり落としていったらフォールで乗りました。当たった水深は30。お、メタルにかかってる。フォールに乗ってきたってことですね。はい、メタルの赤緑。浅棚です。たっぷり。おー、シンクの跳ね指ケブラ
ックサイズ。いっぱいです。ブラック。イエーイ。来た。今のはね、40メーター。ちょっとあえて当たってる棚を少し外してみて。やばい、めっちゃ来てる。あっちもこっちも。おい。よよよん。今日初のドロッパーに来ました。105の赤緑、ホワイトボディです。ちょっと釣れないので調査しに来ました。すごい。このサイズですけどね。わ、しかも。限定カラーの方でした。あったー。メタルの方でも来たよ。それはあれですか、マオ。そう、マオブラック。マオブラック、レッドホットマオブラック。強い。あざっす。限定色強し。限定色すごいっす。釣れた。これやばいっす。これですね、限定色の赤テープに白。これで間違いなし。行ってみたいと思います。サーキプロはおもり具ですか。おもり具です。おもり具に戻します。おもり具のダブルっていうのを作ってます。上に普通のドロッパー105で、下にこのレッドホットシリーズのマオブラックを。進化版おもり具。そう、進化版おもり具で、まあベイトなんでね、そんな投げられないんで、ちょい投げですよ。こんな感じで。しかもでかい。でかそうじゃない、よかそれ。やっと来た。やっぱ新色だね。新色。これやっぱお勉強の成果が出たということで。出ました。やっぱね、釣れてる人の人に聞くのが近道ですね。サクルカ大剣エクスカリバー。でかい。でかい。ナイスサイズや。できるできる。ありがとうございます。うわー、でかい。でかい。めっちゃあんこでかい。え、過去一かもしんないこれ。しかも限定色に。めっちゃでかい。これ7センチぐらいあるかな。やばいやばい。これ測ったがいいぐらいのレベル。ここでしょ。まあ、ちょい40ないけど、それでももう40センチ級。やりました。おめでとうございます。ありがとうございます。やったー。でかーい。お、来た。70。深棚です。4、3、2、1。おお、ちっちゃ。これはちっちゃかったですね。はい、新色限定カラー。うー。どちらも EB でやってみます。こっちが限定色ですね。さっき大剣釣ったやつと金色ですね。すごい上でかかったよ。20。あ、来た。お、来たー。よかった。それもいいんじゃない。待って、今ね、アマゼンちょっと75。ビッグヒッター。俺こんなちっこいのしか釣れない。来た来た、よかった。もう名人なんて言えない。いや、 EB 強いな今日。うおー、え、2匹ついた。しかもでかい。しかもまた追ってきよった。すげー。どうしよう。あ、ありがとうございます。うわー、大剣2発。どっちにもついてる。やばい。EB えぐいって。ダブルヒットでした。えらい重たいなと思ったもん。どっちも EB にしたらどっちにもいいサイズがつきました。そんなことある。EB 今日やばい。すげえ。どっちもめちゃめちゃいいサイズっていう。
戻ったもん。やったいや今日は EB の日ですね。 EB の日ですこんなに EB に当たりがある日です。みんな EB ですよ。すごい、こんな EB の日もあるんだ。おー、また来てる。でかい。しかも何何来てる。しかもドラグ出てるよ。へー、すごい。やばやばやば。今のも75とかそんな同じぐらいでしたよ。マジか。よいしょ。うわー、やっぱり下だ。しかもでかいやっぱりでかい。よいしょ、でかい。でかい今日3杯目やばい、やばでかい、すごい。やっぱり限定食でした。なんてことでしょう。限定食きたね。強すぎる。25で食いました私は。おさあ、よいしょ、よいしょ。いたいた。それも限定食、限定食。おお、もうエンディングや。おお、よいしょよいしょ、でかーい。よいしょやっぱり新色だった。そして太い太いご立派。はい、ということで戻ってまいりました。はい、帰ってきました。楽しかったね。楽しかったです。もう今シーズン初めてのイカメタルで釣り方がどんなんだったかなとか。落とせば大剣、落とせば大剣もちろんアマチュアもすごかったんですけど、やっぱりあの駅ですよ。 EB EB 強すぎます。今回全員 EB だったんですよ、うん、もうよく釣れたのは。今回の状況に当てはまったのは間違いなくあの EB そうです、ね、でなおかつあの限定から、うん、お近くの釣り具屋さんで、ね、絶対ね、あのイベントが行われると思いますんで、 SNS とかホームページ見てもらえば分かると思います、はい、それでは皆さんイベントでお会いしましょう。さよなら、バイバイ、バイバイ、バイバイ。ダイナミックに操るひざくら。